ゴーツコ熊本城熊本駅、水前寺公園西熊本駅場熊本駅、川尻駅熊本インターチェンジマシキ熊本空港、インターチェンジ三船 IC、ゴーツコの一地リーン地図 Google マップゴーツコゴーツコは、熊本県熊本市東区から、中央区にある湖で、上ゴーツコと、下ゴーツコに分かれている。上ゴーツコの一部が、中央区扱いとなる。 上高津湖の水前寺のりなど貴重な動植物があり、また上流部にはホタルなどもいる。自然だけではなくレジャー施設もあるなど、住宅街に囲まれた緑豊かな場所で市民の憩いの場ともなっている。工場排水や周辺の宅地化などによって水質悪化が進んでいたが、現在は浄化の取り組みが進められている。高津湖付近の空中写真、画像左上が水前寺公園。 1974年撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土画像情報をもとに作成。熊本平野北部にあり、熊本市市街地の東部に位置する緑川水系の河川側によって形成された河川膨張湖である。上高津湖は湧水が豊富であるが、高間大地、菊池大地、白川、甲子川から浸透した地下水によると考えられている。周辺は、 流水の豊富な湿地帯で古代から人々が住んでいた。下、ゴ津ツ固定遺跡などが現存している。奈良時代には西側に国府が置かれたことなどから、寒地化が進み、慶長年間に加藤清正が豪津包みを築いたことにより、包の東側に流水が溜まり、豪津湖が形成された。1966年に、 ゴ津ツコ周辺部は水前寺ゴ津ツコ公園として自治体による整備が行われた。上ゴ津ツコには中の島と呼ばれる小島があり、1号橋から4号橋まで橋が架けられているため、湖の中央で右岸と砂岸を行き来することができる。浸水空間が整備されているほか、貸しボートなども営まれており、市民の憩いの場として親しまれている。また、水前寺のりなど貴重な植物がある。 死も、ゴツ湖の一部は埋め立てられ、熊本市道植物園となっているほか、南側の広木地区も浸水空間として整備されている。水温が年間を通じて19摂氏20度に保たれていることから、都市の内部にありながら豊富な自然が残されている。水生植物が豊富で、魚類も渓流魚から海産魚まで豊富な種類が生息している。また、 純炭水魚だけでも28種類の生息が確認されている。水温が一定であることから気候の変化が和らげられ北方系から南方系まで多様な植物が見られる。水前寺のりなど貴重な植物も生息している。詐欺類、カモ類のほか、渡り鳥も多数飛来する。東周辺は住宅街であるが文化施設やレジャー施設も存在する。熊本市民の憩いの場となっていることから 水前寺ゴーツコ公園として水前寺上主園から、下も、ゴーツコ南端まで至る遊歩道が整備された。また、湖に近づきにくい状態であったため下も、ゴーツコ砂岩が、浸水空間として整備された。水前寺ゴーツコ公園管理棟、編集、水前寺ゴーツコ公園管理棟下も、ゴーツコの広木地区にある水前寺ゴーツコ公園管理事務所、施設の一部が開放され、 休憩所としても機能している。また、周辺環境との調和を考えた衣装になっており、屋上緑化も行われている。熊本アートポリス参加プロジェクト、熊本市上合津湖半トイレ、編集上合津湖半トイレ上合津湖砂岩にある、公衆トイレ、増水対策として、床面が上げられているが、入り口をテラス状にすることで湖を見渡せるような衣装になっている。 熊本アートポリス参加プロジェクト、上豪津港岸には、レジャー施設があり、民営貸し坊と屋などが営まれている。公営の貸しーとはない。昭和32年頃は14件の民営貸し坊と屋が存在したが、平成24年現在はわずか3件のみ。熊本市電人随交差点停留場が上、豪津港への最寄りであるが、住宅街の路地を進むためわかりづらい。 市立体育館前停留場から川沿いの遊歩道を南側に進むと分かりやすく、熊本県立図書館脇を通り上郷津湖へ出ることができる。また、動植物園入り口停留場から熊本市動植物園へ向かうと、下郷津湖へ出ることができる。九州山高バスや熊本都市バスをはじめとするバス路線がある。多くは路面電車と同じルートを走っているが、 九州参考バスの古東町バス停、豪津一丁目バス停上にあるや、熊本バスの豪津ツ湖に沿って走る路線があり、路線バスでも豪津ツ湖の近くに行くことができる。国道五十七号が上豪津ツ湖と、下豪津ツ湖の間を通過する。また、県道二百三十六号がバイパスから分岐し、熊本市道植物園沿い、ガット橋、豪津ツ上、河川川沿いに伸び、下豪津橋付近で、 県道103号へ切り替わる、下、豪津湖南端の左岸側にある、広木地区には、大型駐車場が設けられている。ありがとうございます。